ヒラノシヨウ、YSL アジアアンバサダーに就任。その裏に潜む驚愕のエピソードとは、滝沢秀明氏が代表を務める戸部所属のグループ、ナンバー、愛のヒラノシヨウさんが、2024年1月10日に、イブ・サンローラン豪邸、YSL アジアアンバサダーとしての新たな役職を発表しました。同日、ヒラノさんが出演する YSL の CM も一般公開されました。 この発表により、日本人アンバサダーが初めて参加する企画も盛り込まれ、平野さんのグローバルな存在感がますます際立つ瞬間となりました。プレスリリースにおいて、平野さんは小さい頃から憧れていたブランドなので、その世界に自分がいるのがとにかく嬉しくて、そして光栄ですとコメントし、洗練されたラグジュアリー感を強調。また、YSL のアイテムには特別感や自信をもたらす力があり、 それを視聴者にも共有してほしいと熱く呼びかけました。YSL を展開する日本ロレアルも、平野さんの独自のスター性とエッジーなクチュール感が、ブランドのモダンで洗練された世界観を象徴しているとのコメントを発表。彼の CHIC&ELEVATED な魅力が、YSL の新たなアンバサダーとしての役割を一層際立たせています。新たな役職に就いた平野さんの活躍は、 すでに日本国内だけでなく、世界的な注目を浴びています。X、旧ツイッター上では、ファンからの祝福の声が寄せられ、紫輝くんが YSL の顔に、世界が認める魅力だね、アジアアンバサダーなのがすごい、などのコメントが広がっています。さらに、平野さんは飛べに移籍してからの活動も着実で、ルイヴィトンとのパートナーシップ契約も果たしました。彼が、旅の真髄を受け、次、 ルイ・ヴィトンの世界を伝えていく姿勢は、ファンにとっても新たな興奮を呼び起こしています。グループ、ナンバー、愛の活動も絶好調で、リリースしたファーストデジタルシングル、ゴートがオリコン週間デジタルシングルランキングで初登場1位を獲得。公式 YouTube のミュージックビデオ再生回数も2000万回を超え、その成功は渡米席後の新たな挑戦が実を結んでいる証です。 YSL、アジアアンバサダーとしての新たなステージに上がった平野潮。渡米席後の活躍はまさに快進撃であり、ファンと共に未来へ向けてさらなる飛躍を期待させるばかりです。このような素晴らしい瞬間を通じて、アジア全体に多様性や豊かな文化を広め、ファンとの絆を深めていく平野さん。彼の独自の魅力と才能に触れ、一緒に楽しむことで、ファンたちはますます彼の成功を祝福しています。最後に、 飛べの快進撃が止まらない中、平野史洋の新たな一歩への期待とともに、彼の未来がどれほど輝くものとなるか、楽しみにしているファンが世界中に広がっています。